蘇我氏は、相模国を発祥とする武家。関も兵七橋の支流であり、平常信の子、蘇我勇家が、相模国蘇我僧を本拠として、蘇我大部を称したのに始まるという。悠依への子、蘇我太郎助信は、あだうちで有名な蘇我兄弟の養父で、自称四年の源の頼朝挙兵による、石橋山合戦に際して、頼朝に敵対したものの、後にその敗下に加わり、 鎌倉幕府の御家人として活躍した。実施の蘇我広綱も、功を立てて、と佐国に自動職を得た。室町時代に室町幕府が開設されると、若佐国には、青里の大草市、熊川の沼田市そしてこの蘇我市が、足利将軍家より廃された。蘇我市は、足利将軍家の奉公衆となり、幕府に仕えた。足利義明の近所に、 蘇我聖助がいる。相模国足柄軍、蘇我省より起こる千葉市の一族である蘇我四助は、河茂牢の推挙により、足利高氏に仕えることができ、その子息である蘇我四助は高氏より変記を与えられた。以後、足利義満より、万助は変記を与えられ、その小政助は、足利義政より変記を与えられ、代々が、奉公衆一番に列士将軍を稽古した。 蘇我のリは、室町幕府十五代将軍、足利義明の将軍家継承にも尽力し、最後の幕臣として活躍した。蘇我市着流家は、若狭国尾入軍三重村にあった足利将軍家、御領所の管理を英代に渡って任され、所領の背後に、三重城を築いて、那田小地区の中央部を治めた。助信、広綱、雄英、広森、次女、次女、次女、 万助、まさ助、京助、もと助、助助、なお女、ひさ助、金優、仲優、善助、とも優。ありがとうございます。